禰豆子の顔を見てもらうためにも湯四郎さんに追いつかないといけない。こんなところに屋敷が。早く来い。いいか、あの方に失礼のないようにしろよ。どうぞ。ただいま戻りました。先ほどはお任せしてしまいすみません。その奥さんは？この方は大丈夫ですよ。ご主人は気の毒ですが、拘束して地下牢に。人の怪我の手当てをして、辛くないですか？鬼の俺たちが血肉の匂いによだれを垂らして耐えながら人間の治療をしているとでも。よしなさい。辛くはないですよ。普通の鬼より、かなり楽かと思います。私は、私の体を随分いじっていますから。鬼舞辻の呪いも外しています。呪い？体をいじった？場所を変えてお話ししましょうか。あなた方の話も、聞いておかなければなりませんからね。そうですか。そのような事情がおありだったのですね。でしたら、やはり力になれることがあると思います。それにはまず、先ほどの続き、私たちのことをお話ししなければなりません。先ほども申しましたが、私たちは鬼です。ですが、私たちは人を喰らうことなく、暮らしていけるようにしました。人の血を少量飲むだけでこと足りる。血を？それは…不快に思われるかもしれませんが、金銭に余裕のない方から輸血と称して血を買っています。もちろん、彼らの体に支障が出ない量です。そうか。この人たちから鬼特有の異臭がしない理由はそれなんだ。湯四郎はもっと少量の血で足ります。この子は私が鬼にしました。え？あなたがですか？でも、え？そうですね。鬼舞辻以外は鬼を増やすことができないとされている。それは概ね正しいです。200年以上かかって、鬼にできたのは、湯四郎ただ一人ですから。え？一つ、誤解しないでほしいのですが、私は鬼を増やそうとはしていません。不治の病や怪我などを負って、余命いくばくもない人にしか、その処置はしません。その時は必ず本人に、鬼となっても生きながらえたいか尋ねてから、します。嘘偽りのない、清らかな匂いがする。この人は信用できる。珠代さん、鬼になってしまった人を、人に戻す方法はありますか？鬼を人に戻す方法は、あります。は、教えてください！どんな傷にも病にも、必ず薬や治療法があるのです。ただ、今の時点で鬼を人に戻すことはできない。ですが、私たちは必ず、その治療法を確立させたいと思っています。治療薬を作るためには、たくさんの鬼の血を調べなければなりません。そこで、あなたにお願いしたいことが二つあります。一つ、妹さんの血を調べさせてほしい。二つ、できる限り、鬼舞辻の血が濃い鬼からも、血液を採取してきてほしい。禰豆子さんは今、極めて稀で特殊な状態です。二年間眠り続けたとのお話でしたが、おそらくはその際に体が変化している。通常、
それほど長い間、人の血肉や獣の肉を口にできなければ、まず間違いなく凶暴化します。しかし、驚くべきことに、禰豆子さんにはその症状がない。この奇跡は今後の鍵となるでしょう。禰豆子。もう一つの願いは過酷なものになる。鬼舞辻の血が濃い鬼とは、すなわち鬼舞辻により近い強さを持つ鬼ということです。そのような鬼から血を取るのは容易ではありません。それでもあなたはこの願いを聞いてくださいますか？それ以外に道がなければ俺はやります。珠代さんがたくさんの鬼の血を調べて薬を作ってくれるなら、そうすれば禰豆子だけじゃなく、もっとたくさんの人が助かりますよね。そうね。あ、まずい、伏せろ。ヤハバの言う通りじゃ。何もなかった場所に建物が現れたぞ。巧妙に物を隠す血気術が使われていたようだな。しかし足跡までは消すことはできぬ。わしの目にはごまかしは効かぬぞ。ふん、鬼狩りは鬼と一緒にいるのか。どういうことじゃ。それにしてもすさまる、お前はやることが幼いというか短絡というか。ヤハバはうるさいの。私のマリのおかげですぐ見つかったのだから良いだろう。あいつら鬼舞辻の手下か。今までの鬼と明らかに匂いが違う。強いのか。濃い匂いだ。肺の中に入ってくると思い。ん？耳に花札のような飾りの鬼狩りはお前じゃの。俺を狙っているのか。面白いの、面白いの。十二鬼月である私に殺されることを光栄に思うがいい。十二鬼月。鬼舞辻直属の配下です。さあ遊び続けよう。朝になるまで、命尽きるまで。珠代さん、この二人の鬼は鬼舞辻に近いですか？おそらく。では必ずこの二人から血を取ってみせます。面白いな。おい、間抜けの鬼狩り、あれを見てみろ。死体？札が、札があります。いつの間にか。その札を通して俺の資格を貸してやる。俺の資格があれば奴らの攻撃が矢印になって見える。さっさと鬼どもの首を切れ。すごい、そんなことができるのか。ありがとうございます。そろそろ終わりにしようぞ。私に合わせろ、ヤハバ。気をつけろ。少しも油断するなよ。もし本当にそいつらが十二鬼月なら、まず間違いなくお前が今まで倒した奴らより手強いぞ。はい、わかりました。気をつけつつ、少しも油断せず、まず倒、今まで。はい、頑張ります。おい、すさまる、もう少し頭を使って戦うことはできんのか。わしの着物が塵で汚れた。そろそろ終わりにしようぞ。私に合わせろ、ヤハバ。うるさいの。着物は汚れておらぬ。神経質。全力で舞いを投げてくれよ。トマヨ様、
あいつをおとりにして逃げましょう。冗談です。もっとだ、もっと体を動かせ。素早く対応しろ。全力で周りを投げてくれよ。で決める。雑魚の分際でやりよる。そうでなくてはの。ん？そちらにいるのは逃れ者の玉代ではないか。これはいい手土産じゃ。ヤハバ、首を四つ持ち帰ればよいのかの。違う、二つじゃ。鬼狩りと逃れ者、残りの二人はいらぬ。ふん。鬼狩りの首を取る前の余興じゃ。先に女の首を取ってやろうぞ。さあ死ね。禰豆子、やれるのか。確かに禰豆子が片方を相手してくれれば俺ももう一人に集中しやすいけど、いや、悩んでいる時じゃない。今はやる時だ。禰豆子、一人を頼む。俺はもう片方をすぐに倒す。それまで持たせてくれ。私の相手をするつもりか。愚かよの、愚かよの。私の周りで体中に風穴を開けてやる。やるの。邪魔じゃ。粘りを粘り、本気の本気で相手をしてやろうぞ。面白い。邪魔ごとき、さっさと死ね。死んでしまえ。全力です。こんなことありえぬ。私がこんな小娘に苦戦する。本気の本気で相手をしてやろうぞ。トンペ様、これは禰豆子さんの力です。人の血肉も食らわずに彼女が自分の力で急速に強くなる。出ますよ、玉代様。ええ、しかし相手も鬼。このままではいたずらに時間が過ぎ朝を迎えてしまう。私が何とかしなければ。
そろそろ薄汚い鬼狩りには消えてもらおうか。それはもう残酷に。焦るな。焦っていたら状況が見えなくなる。少しずつでいい。見極めて距離を詰めろ。俺ならやれる。しかし、見れば見るほど薄汚い子供だ。わしのそばに寄らせはせんぞ。俺を近づけまいと矢印を放ってくる。惑わされるな。前に前に進む。取ってみせる。少しでも早く薬を完成させるために、どんな鬼とも戦う。戦って勝つ。横見てグルマ。やった。おのれ、お前の首さえ持ち帰ればあのお方に認めていただけたのに。許さぬ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 。汚い土にわしの顔をつけおって、お前も道連れじゃ。あ、しまった、相打ちだ。あ、技を放って受け身を取らないと。体がぐちゃぐちゃだ。地の肩打ちよ。出せ、技を出せ。こんなところでやられるな。水ぐるま滝つぼ水面切れ雫波紋月ねじれうぜ。あばらと足が折れた。ダメだ、疲労で刀を握れない。早く行かなければ。鬼はまだいる。すぐ行く、すぐ行くから無事でいてくれ。どうか無事で。
死んでしまったんですか。間もなく死にます。これが呪いです。体内に残留する鬼舞辻の細胞に肉体を破壊される。炭治郎さん、この方は十二鬼月ではありません。え、十二鬼月は眼球に数字が刻まれていますが、この方にはない。おそらくもう一方も十二鬼月ではないでしょう。弱すぎる。弱すぎる。あれで、この血が治療薬を作るための手がかりになると良いのですが。先ほどから禰豆子さんがこのような状態なのですが、大丈夫でしょうか。大丈夫です。多分二人のことを家族の誰かと思っているんです。家族。しかし禰豆子さんのかかっている暗示は人間が家族に見えるものでは。私たちは鬼ですが。でも禰豆子はお二人を人間だと判断してます。だから守ろうとした。俺、禰豆子に暗示かかってるの嫌だったけど、本人の意思がちゃんとあるみたいでよかった。すみません、禰豆子、禰豆子、離れるんだ、失礼だから。ありがとう、禰豆子さん、ありがとう。生きたいと思いますか。本当に人でなくなっても生きたいと。このまま病であなたは命を落とすでしょう。ですが、人でなくなることは辛く苦しい。私たちはこの土地を去ります。鬼舞辻に近づきすぎました。早く身を隠さなければ危険な状況です。それにうまく隠しているつもりでも、医者として人と関わりを持てば鬼だと気づかれる時がある。炭治郎さん。はい。禰豆子さんは私たちがお預かりしましょうか。え、絶対に安全とは言い切れませんが、戦いの場に連れて行くよりは危険が少ないかと。そうかもしれない。確かに預けた方が禰豆子のためにも。玉代さん、お気遣いありがとうございます。でも俺たちは一緒に行きます。離れ離れにはなりません。もう二度と。わかりました。ではブーン長久を祈ります。じゃあな。俺たちは痕跡を消してから行く。お前らはさっさと行け。あ、はい。それでは玉代さんも石郎さんもお元気で。行くよ、禰豆子。炭治郎。お？お前の妹は美人だよ。